もう始まってます。もうあの僕うちはゆるっとなんで始めていくんですけど、ちょっと急遽ですね。急遽っていうか、そのインスタでちょっとやり取りさせてもらって動画を撮ることになりました。かなこさんです。お願いします。お願いします。珍しくオキビルメンバーじゃないんですよ。うちの動画オキメンバー多いんですけど、まあ、同じ移住者としてちょっとお話できることあるんじゃないかなと思います。で、かなこさんはもうお聞きしていいか分かんないですけど、今おいくつなんですか？年女です。年女？年女系僕全然分かんないですけど、年女って年女系？年女って要は何歳？要は35の、あ、違う、今年入った。うわ、36。うわ。36歳。30代からうわって思う。うわ、36歳と。うん、で、移住して今どれぐらいですか？1年半かな。経ってないかな。もうじゃあ、一周はしたんですか？一緒にどうですか、一緒にどうすか、どんな感じですか、どんな感じ、まあ、こんなもんかなとは。すっごい驚いたこととか、うん、すっごいギャップを感じたこととか逆にあったんですか、うんうん、まあ、ギャップ、そうね、最初はやっぱりカルチャーショック、めっちゃいろんなことにカルチャーショック、カルチャーショック、そう、自分はその子供を4人連れてきていて、すごい、相当すごいっすよ、その子供4人なんですけど、もう全部が違うから、例えば学校の作りとか、ね、何もかも、そう、学校のね、あの教室の壁がないんですよ。どういうこと？教室、全部ワンルームって学校全部が、クラスってあるでしょ、うん、クラスって、はい、ドア開けて入るじゃないですか。もちろん、まずドアがないんですよ。ドアない、うん、沖縄の学校って。ドアない、うん、ドアないから壁もないわけ。ドアも壁もない、だからこの字型がこうつらつづつづ、ああはい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 、もう廊下がもう見えてるんですよ、廊下っていうか、そうそう、で、はいはいはい、廊下の奥側にロッカーがあるんです。うんうんうん、うん、そこにランドセルしまう、なんかすごいな。そうそうそう、だから音楽の授業とかめっちゃうるさい、筒抜けやから全部が全員でするみたいな。あー、なるほどなるほど。テストの時も、うんうん、イヤホンするらしい、はい、テストの時隣の授業うるさいやん、うんうん、英語の授業とか聞こえてくるから、そうだからイヤホンしてやったりとかも、それが答えになっちゃうからってこと？うるさくて集中できない、うるさくて集中できないから、カンニング的な意味ではないんだ。そうそうそう、はい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 、なるほど。そういうのパッと見てびっくりするでしょ、うん、で、うち、まあ、学校の話すると思うから、ね、もちろんもちろん大丈夫、子供のね、結構子供に関したことになると思うんですけど、その牛乳飲まさないんですよ、沖縄は。え、違う違う、私が、あ、はいはいはい、そうそうそう、まあ一応その牛乳飲めないっていう感じで、うん、じゃあ、あの代わりに豆乳を持ってこないといけないっていう、豆乳を持ってこないといけないという謎のルールがあったりとか。そう、謎やな。だから多分栄養のなんかあれちゃう、牛乳とかなんかあれかな、周りが何々ちゃん飲んでないみたいな、そういうのもあるんかな、まあかもしれない、うん、豆乳を持ってこいと。もう盛大なアレルギー会議が行われて、校長と教頭と担任となんとか栄養なんとか、うん、学校の栄養士とかね、そう、私一人がいい、うわーって先生と話し合いしました、図書館。なぜだ、なぜだ、なぜ分かんない、牛乳を飲まなければいいんじゃないのかと、それだけでいいはずなのに、なぜかそこまでして豆乳を飲ましたい。いおよく分かんないね。面白いんですよね、面白い、とにかく面白いのカルチャーショックがすごい来る。 あまりに違いすぎて、あと宿題の量どうなんですか、宿題の量はめっちゃ多いんですよ、宿題の量が多すぎて、うん、あのなんか沖縄って聞いたらちょっとこう伸び伸びしてるかなって、のんびりしてて、うん、でまあ正直あの学力もまあまあ全国的には高くはないよね。そうそうそう、だからあなんかこう外でめっちゃ遊ばせたりとか、うん、なんか伸び伸びしてるんかなみたいな、うんうん、印象があった分、はいはい、実はめちゃくちゃ勉強させるんですよ。そうそうだ、そう、意外、そう、実は学校すごい厳しくて、はい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 、うん、
題プラス頑張りノートっていう頑張りノート、まあ、そうそうそう自主学習みたいなことをしないと、うん、あったあったそういうのそう結構公開処刑にされる誰々ちゃん宿題やってますみたいな感じで公開処刑まであるのそう名前を呼ばれるとかまあそういったこともあって厳しいなそう、まあ、うちは宿題もさせてないんですけどあ、うん、それなんか理由あるんですか必要がないんじゃないかなそれ必要がない、うんうん、なるほど宿題やって好きな人いますいないです大嫌いでした、はい、いやいややってましたよねいやもちろんもういやいややってました何この時間ってなりません、うん、何をしてんねやろと思ってますいやいややって頭に入るわけないじゃないですかないない頭入ってなかったね実際そういうことですよ、うんうん、理論的に必要ないところは、はい、なるほどないと好きだったら やらせる、うん、やりたいと思ったそう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 やりたいふうにじゃあやればぐらいの感じで、うん、やらないですけど、うんうんうん、かそういうのを先生とこうまいことを会話して折り合いをつけながらそうそうそう、うん、なんとか行かずにというかやらずに行かせてるような感じだけど、まあ、そこはね賛否両論あると思うのでまあまあどっちでもいいと思うんですけど、まあまあ、へーなるほどなただそう宿題はちょっと頑張らないといけないっていうか親も丸付けしないといけないし毎日結構教育にね教育に結構こう熱がある感じなんですよ意外とというのもその、まあ、学力が良くないっていうので上げようとやっぱしてるんですよ、うんうんそのまあ、沖縄はその内地に追い越せ追いつけ追い越せ言っただから、うんこうね、ちょっと内地の真似をしてじゃないけどなんかそういったことで取り入れたものが、うん、そういっぱいあってああそうなんだ先生も大変だしそれこそさっき言ったお母さんめっちゃ大変学校から仕事から帰ってきてめっちゃ見ないといけない子供の宿題だって家でやることもちゃっちゃう頑張りの3ページも4ページも見ないといけないすげえなもう恐ろしいですよ鳥肌モンスターでもそれを結構当たり前になってるからお母さんお母さんやっぱり沖縄のお母さん強いすごいいやなるほどまあでもうちのねそのキビレにもねシングルマザーであったりとか家族帯で引っ越してきておキビレ使ってくれる人が多いんですよで子供いる人も多くてでっていうことは沖縄移住したいと思ってる人もそういう人結構おるんだよお母さんっていう立場の人そういますねうちもなんか多いですよ多いのそうそうそうあの一応私も移住支援っていう形でサポートみたいな感じで、はいはい、なんか自分インスタしてるからそこに DM もらったらなんか悩み相談だったりとかあと物件の内覧とかって一旦来ないと移住できないっていうことがあるじゃないですかその辺繋いだりとか、うん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 、自分が代わりに内覧行くよとか、うん、どんな学校かちょっと探索するとか、うん、あそれありがたいな近所に何があるとか危険なものとかそういう大工業みたいな感じで、そうそう一応歌ってるんですけど、はい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 、いやでもありがたいと思いますけど、ね、かなり、そうなんかそういうのもやっぱり母子が多いんですよ、母子というかお母さん、うん、どこでもシングルマザー多くて、やっぱシングルマザー移住ってあるんや、うん、あると思う、多分引き放たれるから、なるほど、あじゃあ行きたいとこ行こうみたいな、何も言いますよねそれ、離婚したりとかしたら、そう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 、え。花子さんは結婚もして、うん、で今あれは旦那さん旦那さんは内地内地これは別居という状態そうですねこれはもう旦那さんが一緒にいると行くというあれはなかった選択肢は、うん、選択肢はないことはなかったけど、まあ、選ばなかったかなこれはもう旦那さんが、あじゃあもう別でもいいかなみたいな私はそれもちろん来ては欲しかったもうそらそう、ね、手が足らないから、まあ、家族としてやっぱり必要だったよね、うんうんうん、もちろんそれはまあまあいろんな話し合いがあってそうなんかその自分が結構沖縄に来るまでに一回奈良県に行ったりとかここかなここなら大丈夫かなとか、うん、自分が落ち着いて過ごせるかなっていうところを巡り巡って
で結局あやっぱり行きたい、ほんまに行きたいところに到達しないとこれ切れないわと思ったんですよ。そうね、そう、でそれを思って行動に出たというか、うん、その物件を探しにこっちに来たりとかしてる時点で、あもう来ないかもなみたいなのは、その人はもう、そう、私が割り切るってことはもう、うん、ドーンって行くってことはおそらく別居するだろうなっていうか、はいはいはい、それはもう見えてて、だから自分も そっちの、 あの意見を尊重しつつ、まあ、無理やり来させれば今回、ね、来ないことはなかったかもしれないけど、うん、まあ、お互いのやりたいことを尊重して、うん、それはせずちゃんと別居を選んだと、うん、いうことですね。まあでもね、これ珍しい話じゃないんですよ、うんうん、ゴキブリにも実際 2,3 人いるんです、うんうん、旦那さんないという、うんうん、僕は最初聞いた時はびっくりしましたけど、まあでもそんなに珍しいことじゃないんだなとも思った。なんか僕はまだね結婚したことないから、はいはい、なんか結婚っていうものが一体どんなものなのか、あ夫婦っていうものがどんなものなのか、10代だしね、そうっていうのが知らないから、ドラマとかそういうもののイメージなんですよ。でも実際はもっといろんな形があるんだなと。そうね、特に今はもう全然夫婦の形はそれぞれだし、いや本当に本当に、なんかそういうのをなんか見せれたらいいかな、自分が体験して、うんうん、で実際どうよみたいなのをこうやってね YouTube とかで見せていって、うんうんうん、いたらいいなと、うん、そうそうそう、いやこれ励みになると思うし、実際自分が今、うん、子供いるしなとか、うん、離婚したばっかりだしな、でなんか移住まだできないみたいに思ってる人、ね、うん、結構僕いると思う。そうそうなんでしょ、そう、そういう人にね、うん、ちょっと一言言ってあげてくださいよ。そう、私の YouTube 見て概要欄に貼ります、ぜひ見てほしい。実はその沖縄移住 YouTube っていうくくりはあるかもしれないけど、はい、内容っていうか、なんかその中でもジャンルが多分ちょっと、うんうん、特殊なのかもしれない。私は、うん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 、沖縄のこういうところいいよとか、そういう何沖縄アピール、うん、移住アピールではなくて、はい、移住するまでの道のりの、うんうん、こうメンタル面とか、はい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 、大事、そうそうそう、だから正直その移住にするか、なんかこう心のメンタルにするかとかもちょっと思ったんですよ、うん、どういうことを発信していこうと思って、でもなんか全部ひっくるめて自分だから、あじゃあもう自分が商品やみたいな。なるほどなるほど。これだから自分の等身大を出していこうと、うんうん、ね。いろんなねこうことがあって自分は、例えばなんか ADHD だし、子供いっぱいだし、なんかそれいいことやけどね。うん、うん、そうそう。なんか学校もちょっとどうなって思ってるし。疑問。そうそうそう、疑問してるし。そう。うん、いろんなところ思ってることがあるから、それ全部まあなんだろう、こうちょっとずつ解決してきてるからこそ移住もできたわけで、うんうん、そうそうそう、実際行動してるからね、パートナーシップとかもね、うん、そうだと思う、旦那さんとも、うんうん、今までってそうそう、まあ、さっきね、かなこさんの動画でも話しましたけど、多様性の時代ですから、もう夫婦はこうだとか、子育てはこうだというのはもう僕はね、素人ながらそんなものはないんじゃないかなという派なんですよ僕は。なので、でしかも今の話聞いて、もう表に出にくい悩みだなと思ったんです、メンタル面の悩みっていうのは。例えばなんかこう何、ここが悪いから、病気だから私はできないという悩みは世に出やすいんですよ。でもこういう私が性格だからとか、こういう風に考えてしまうからなんかできないみたいな、めちゃくちゃ目に見えにくい悩みを持ってる人すごい多いと思うし、かなこさん、ね、そう、踏み出せない悩みがね、今これ聞いて、わかるわみたいな人多分めちゃくちゃいると思う。そう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 、っていう方はね、ぜひね、もうね、僕の動画じゃなくてね、かなこさんの動画見てください。そう、
そうそうそう、本当なんか私が、まあ、参考になるか分かんないけど、うん、でもいきなりハッピーな人間でわーって来れたわけじゃないんですよ。紆余曲折あったから、ね、うん、めちゃくちゃあって、うん、本当にそれこそ向こう の, あの実家、うんうん、ね、旦那さんの方のめちゃくちゃトラブってるし、うん、もうすごいことあったけど、なんかそういうのも最初はすごい気にするし、人目だったりとか、だそうだ、子供のなんか子供を振り回すんじゃないとか、子供の人生どうしようとか言う人いるでしょうね。めちゃくちゃ多分みんな思ってるんですよ、うん、私だって思ってないことはないんだけど、ね、親としてね、そう、なんかそこにフォーカスするのか、自分の本当にやりたいこととか、うん、なんだろう、本心っていうか、まあ、子供の将来にフォーカスして、うん、絶対的に合ってることって多分ないですからね。わかります。そうやし、爆発するんよ結局ね、はい、結局ね、うん、周りもあって爆発するだけ、そう、そうですよ、だったら最初からも我慢せずにポーンって行ってしまった方が、うん、母は強いねやっぱり、なるほど、ね、しまえば、はい、まあ怖いもんないよじゃないけど、うん、強くなれるから、はい、うん、何にでも応用が効く、そりゃそうだ、人生の、まあもうこのね動画では多分ね伝わりきらぬ魅力がカナコさんあると思っているので、細かい話聞きたい人はこれ DM した方がいいそうだね、ぜひね、あの YouTube 飛んだりインスタ飛んだりして DM をねしてみてください。あのしてください、何かね掴めるものがもしかしたらありもあると思うし、相談もうどんなちっちゃいことでも大丈夫です。これで、あ、私もじゃあ沖縄移住してみたいと思ったら頼っていただく。で、概要欄に僕のやってる沖縄ビレッジもありますので、そこで沖縄ビレッジはもうね具体的な なんだろうその手続きとか、うん、友達作りとか、うん、それ具体的な方、かなこさんはもう面整える方で、まあ、もちろんねここに入ってあそうなんだっていろいろ聞きながらね、うん、解決していくこともあるんだと思うんですよ。試行錯誤してください。そうそうそう、なんかネックになってることがね全然違うから、うん、だから自分に合ってるだろうというものを皆さんあの活用して、沖縄に来ていただければね我々としては嬉しいので、ぜひ沖縄移住してください。はい、はい、ということで今回かなこさんお話いただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。